どうもこんにちは。マイクラやってるかい？みんなマイクラを代表するキャラって言ったら、何を思い浮かべる？クリーパーとかゾンビとか村人とか、いろいろいるよな。でも人間だとやっぱり、スティーブかアレックスだと思うんだ。前の動画でスティーブの考察をしたが、今回はアレックスについて何なのか考えていきたい。今回は2つの考察を考えてきたぞ。最後の考察を聞くと眠れなくなるかも。ではアレックスの基本部分について話していこう。アレックスという名前は、ギリシアの人名であるアレクサンドロスが派生して、現在でも西洋でよく見られる人の名前だ。しかも男性でも女性でも付けられることで知られる。日本だとどんな名前があるかな？ゆうとかまこととか男性でも女性でもいるかな？他にもいそうだったらコメント欄で教えてくれ。でアレックスという名前についてだが、男性ではアレキサンダーとかアレクセイ、そしてアレックサンドロの名前のニックネームだったり、アレックスがそのまま名前になったりする。女性の場合はアレクサンドラのニックネームがアレックスになるな。てな感じで男の子も女の子もプレイできるようなゲームを目指しているマイクラの方向性に相応な名前だ。ちなみにアレックスは男性だと思う？それとも女性だと思う？ここまで話したら察しがつくかもしれないが、アレックスの性別はどちらでもないんだ。じゃあスティーブは？これも前回の動画では話したが、こちらもどちらでもない性別なんだ。ただスティーブは男性っぽい見た目をしているし、アレックスは女性っぽい見た目をしているな。でも本当の性別は誰にもわからない。今のそういった性別の考え方に沿った設定だな。ちなみに余談だが、英語で、男の人はヒーで女の人はシーだが、自分のことをどっちとも思っていない人が中にはいて、ノンバイナリーと言われるんだが、そういった人はゼイと呼ばれる。そのうち何か呼び方ができるかもしれんがな。さてではマイクラのアレックスについてここからは深掘るぞ。アレックスがマイクラに追加されたのは、Java 版の場合はバージョン 1.8 からで、2014年8月22日なんだ。今からだいたい10年前になるな。以前紹介した時は8年前って言ってたから、そこからもう2年経つんだな。2年でいろいろあったな。あ、ごめんごめん。ちなみにスティーブはバージョン 1.0 で追加されて、これのリリース日が2010年12月20日だから、スティーブが登場してから約4年後に追加されたことになる。このバージョン 1.8 のアップデートは、バウンティフルアップデートと呼ばれていて、これは現在までのメジャーアップデートの中で、メジャーアップデートに最も長い時間がかかった上、最も多いスナップショットがリリースされている。開発期間はなんと312日。もはや別のゲームを作っているような感じだな。その長い期間で追加された要素はたくさんあって、アレックスの追加をはじめとして、36個の新しいブロック、磨かれた石の種類が増えたり、花崗岩、安山岩、さらには戦力岩などの岩石類や、ドアやフェンス、フェンスゲートの新しいものも増えている。あ、あと海底神殿が追加されたのもこの辺だな。それに伴って海底神殿系のブロックが増えたり、ガーディアンもここで追加されている。しかも防具盾もこの辺から出てくるようになったんじゃないかな？羊が羊肉を落とすようになったのもこの辺だな。と、まあたくさん要素が追加された。一世一代のアップデートだったわけだ。あ、ウサギもここからか。私の中でもっと古くからいるイメージなんだけど、ウサギもガーディアンと同じ時期に追加されてたんだな。でまたアレックスの性別の話に戻るんだが、たまに公式もよくわからなくなって、公式設定を間違えることがあるんだぜ。レゴがマイクラとコラボした時に、レゴマガジンクラブによると、スティーブとアレックスはロマンチックな関係、いわば恋仲であるような書かれ方をしているぜ。だが次回号のレゴマガジンクラブで、クリーパーがその部分を爆発で吹き飛ばした設定で、さらにはその文章に上書きして、アレックスとスティーブは親友であるということになっていた。これはレゴが間違えたのかもジャング側が間違えたのか、よくわからないが一度そういう書かれ方をしているそうだ。でもこれでスティーブは男性でアレックスは女性であると、推測できるわけではなくて、世界のどこかでは男性から女性になった人と、女性から男性になった人のカップルがあったり、いろんなことがあるから複雑だぜ。あとその性別に関する話で言うと、例えば公式からアレックスが女性ものの服を着たスキンが出されたり、任天堂の英語版の PV ではシーと呼ばれている時期もあったそうだ。それからアレックスが追加された後に、プレイヤーが受けるダメージ音が変更されたぞ。なんせアレックスのような、女性らしい見た目の人から、スティーブと同じ男の人の声が出るのはおかしいからな。だったら女性用のボイスも追加して、見た目も声も選べるようにしたらいいのにとも思うんだが、事情は私が考えているほど単純ではないのかもしれないな。あと性別以外にもマイクラのキャラクターには、全く性格や基本設定が存在していないんだ。そのおかげで考察とか色々作りやすいからいいんだけど、まあマイクラっていう自分の世界の中で、自分で生活するっていうゲーム性で、キャラクターに設定をつける必要はないかもしれないな。それでも私はどういう人なのか知りたいから、こうやって色々考えているんだけどな。みんなはどうしてアレックスが、マイクラに追加されたかは知っているか？きっかけは海外に住む12歳の少女なんだ。少女はエンドレスラン系のゲームで、女性キャラが極端に少ないことに気づいたんだ。
そしてその女の子自ら同じジャンルのゲームトップ50をダウンロードし、性別を認識できるキャラが登場するゲームを調査した。その結果 98% が男性採用していて、女性キャラが使えるゲームは 46% にとどまっていたそうだ。確かに昔のゲームは男が主人公のものが多かったな。あ、でもポケモンはどっちか選べたか。その後少女の調査はワシントンポストに掲載されて、多くの人の目に触れるようになった。その後その記事を見たかどうかはわからないが、テンプルラン2というエンドレスラン系のゲームでは、女性キャラが無料解放されることになる。そのアップデートに対応して、マイクラでもアレックスが追加されたと言われている。その後ゲーム内での性別の問題が取り沙汰されるようになる。この12歳の少女の調査がきっかけでな。子供の着眼点は本当にすごいよな。昔 iPhone の FaceTime という、ビデオ通話ができる機能において、ビデオ通話をかける際にカメラが反応して、かけてきた人の画面で向こうの様子を見ることができたそうなんだ。これに海外の少年が気づいて、Facebook でそのことを投稿した結果、Apple の従業員がその投稿に気づいて、プライバシーの観点でその仕様を変更した、みたいな話もある。その後 Apple から少年に対して、お礼にいろいろプレゼントしたらしい。みんなもゲームとか携帯の機能とかで、おかしな点を見つけてどこかに投稿して、それを見た人たちが同じようにおかしいと思ったら、何かを変えるような大きな力になるかもしれないな。では次に少し本筋からそれて、アレックスに関する都市伝説を話していくぞ。アレックスの都市伝説で代表されるものといえば、やっぱりジャイアントアレックスだよな。ジャイアントアレックスは、アレックスのスキンをベースにした見た目をしているが、体の至るところに血が付着していたり、目と口は黒で塗りつぶされていたりと、かなり不気味なのが特徴だ。ジャイアントアレックスというだけあって、大きさもかなり大きくなっている。このジャイアントアレックスに遭遇する方法だが、バージョンは 1.12.2 なんだ。その上設定も変更しないといけない。描画距離を2チャンクにするんだ。その後ジャイアントアレックスがうっすらと、見え始めてくるらしい。見た目が怖すぎて一刻も早く逃げたくなるけど、実はこのジャイアントアレックスは敵対しないんだ。逆にこの見た目だと仲良くするのも難しそうだが、そしてアレックスにまつわる都市伝説はもう一つあって、それがディストーテッドアレックスと呼ばれるものだ。見た目はさっきのジャイアントアレックスと同じ、目と口が真っ黒に塗りつぶされていて、ところどころ黒色の何かが付着している。ちなみにディストーテッドは、ディストーテドというスペルで、歪んだとか変形したという意味になるぜ。しかしディストーテッドアレックスの方が、口裂け女みたいに口が大きいから、ジャイアントより怖いよな。体の大きさはプレイヤーと同じだ。左腕は塗りつぶされていて、右腕も少しだけ黒くなっている。初めて目撃された時期はよくわかっていないがな。しかもこいつプレイヤーに敵対するんだよ。もしこいつを見かけたら一目散に逃げた方がいいと思うぞ。こいつが出現するシード地では、血だらけの生首が突然出現したり、拠点や村に突然火事が発生したり、とにかくろくでもないんだよ。突然なんでもないところから爆発が起きたりもするし、サーバーが破壊されたケースもあるらしい。単なるホラーではなくて、もはや取り返しもつかない嫌がらせもしてくるから、かなり厄介な存在だ。ディストーテッドアレックスの正体や目的は、未だに不明でプレイヤーの間で様々な憶測が飛び交っている。一説によればディストーテッドアレックスは、ジャイアントアレックスと仲間であるらしい。似た見た目の者同士仲良くなっているんだな。都市伝説はこの辺にしていよいよ考察に入っていこうか。かなり色々話してしまったが、ここからは考察に入っていくぞ。マイクラには現在いくつのデフォルトスキンがあるか知ってる？今現状でデフォルトスキンはなんと9個もあるんだ。最初スティーブしかなくて、次にアレックスが4年後に出て、そこから考えるとかなり増えたよな。それぞれのスキンにも名前が付けられていて、アリだったりカイだったりノアだったり、いろんな名前が付けられている。それぞれのスキンの特徴はいろいろあるが、アレックス、スティーブのように性別だけでなく、人種にも多様性が生まれてきた感じだな。おそらくスティーブとアレックスは、ヨーロッパ系をイメージして作られたモデルだと思うが、例えばズリなんかは黒人系だと思うし、ノアはアジア系か、アメリカの先住民系にも見えるし、様々な人種が追加されていることがわかるな。そろそろアジア系の名前も追加してほしいな。まあそれはいいとして、アレックスとスティーブ以外は、2022年の10月21日追加されている。今日が2024年の6月だから、まだ彼らが登場してから2年も経っていないんだな。あとこの7つのスキンの登場だけじゃなくて、統合版では課金要素にはなるが、公式ショップでスキンを購入することもできる。私はそれするくらいなら、自分でスキンを作るかインターネットから探すけどな。でさっき言った7つのスキンは、スティーブとアレックスを元にモデルされているんだ。そこから色の変更をしたり、髪型や髪色の変更をしたりして、見た目に個性を持たせているんだ。元はアレックスとスティーブだったと考えると、髪型や服装を変えるだけで、ここまで人の印象って変わるんだなと、再確認させられるな。私もたまには服装を変えて、イメチェンでもしてみようかな？あ、でも秘書君に相談しないと。
で、ここまで話して結局アレックスは何なんだって話なんだが、この前のスティーブの考察でも話したのと同じ、アレックスは創造神のような扱いだと思うんだ。これが一つ目の考察の結論だ。スティーブの動画では、スティーブは実験動物だったという説を唱えた。でもアレックスの場合はそれは違う気もするんだよな。だってスティーブみたいに、人間、という名前を付けられて、キーボードの G を押すと無限に湧いてくる、なんて時代はなかったからな。あるいはスティーブは実験動物だった、という説を採用するなら、アレックスはスティーブの実験を元に作られた生物、みたいな考え方もあるかもしれない。おそらくアレックスも元はスティーブで、そこから女性らしさを足したスキンだと思うし、あとアレックスのスキンを使っていても、ダメージを被った際にスティーブと同じ声を出していた、という時期もあるくらいだから、プレイヤーは見た目だけを選べて、中身はどのスキンを選んでも同じだから、中身はスティーブであるとも捉えられる。でもこれだけだと考察として面白くないから、もう一つ、アレックスとスティーブが別の人間だった場合、そんな考察も考えたぞ。というわけで少しヨーロッパでよく知られている、神話の話をしていこうと思う。みんなアダムとイブって知ってる？アダムが男でイブが女で、神話上では最初の人間であると言われている二人だな。アダムは神様によって創造されて、その後から実のなる植物が創造されたとされる。アダムはエデンの園という楽園に置かれたんだ。その楽園には生命の木と知恵の木という二本の木があった。それらの実を食べることは、神様から認められていたものの、善悪の知識の実だけは食べてはいけないと、神様から命令されていたんだ。その後にイブが創造される。そしてそのイブに対して蛇が近づき、善悪の知識の実を食べるように諭す。それに従ってイブはその実を食べてしまう。イブはそれを食べた後にアダムにもそれを勧め、アダムもそれを食べてしまったんだ。その後明らかに二人は賢くなって、神は二人が善悪の知識の実を食べたことを悟る。そして二人をエデンの園から追放し、人間世界に来た、といったものなんだ。要はこの二人は神が創造した人間であって、神様の怒りを食らって楽園から追い出されたわけだな。そして何もない人間世界に降り立つ。この状況さ、マイクラの始まりと似てない？マイクラ世界は最初何もない世界からスタートするよな。村とか構造物は確かにあるが、そこに住む者は明らかに、プレイヤーとかけ離れた見た目をしているよな。この神話と少し重なる部分があると思うんだ。そしてマイクラ世界のモブではできないことが、プレイヤーはいろいろできる。コマンドもそうだし、クリエイティブモードもそうだし、スペクターモードもそうだし、プレイヤーというのは明らかに、他のモブとは全然違う生き物だよな。他のゲームでもこういったチートのようなものはあるものの、私はそれとマイクラ世界でのチートは、ちょっと性格が違うと思うんだよな。なんだろ、マイクラはチート前提でゲームが作られているというか、その部分の自由さもゲームの中では認められているというか、まあマイクラが特殊なんだと思うんだけど、まあここまで来て何が言いたいかというと、スティーブとアレックスは、さっきの話で言うアダムとイブなんじゃないか、というような話だ。神に創造された人間だから、他のモブではできないこともできるし、神様のような力をマイクラで使える。マイクラって奥深い。今日の動画が面白ければチャンネル登録と高評価を。